ノルウェー人は、競技には、ノルウェー王国の国民、抗議には同国王国地とする民族を指す。後者は共通の文化と、ノルウェー語を有し、アメリカ合衆国やカナダ、オーストラリアに、移民のコミュニティがある。紀元前3000年期末頃、インドヨーロッパ祖語を話す。斧の民がノルウェーに移動し、この地域に、馬の家畜利用や農業、牛、車輪技術をもたらした。 バイキング時代、ハーラルビハツ王は880年代のハフシフィオールの戦いをもって小国が軍有拡挙していたノルウェーを統一。以降2世紀にわたってバイキングは乱暴老石の限りを尽くしたが、11世紀のキリスト教家で下火になった。人口の6割が死亡した。国死病のさなか、ノルウェーはデンマークと同訓連合を結んだ。ナポレオン戦争で、 デンマーク・ノルウェーが破れると、スウェーデンと同君連合を形成し、新憲法を制定。19世紀に紅葉したナショナルロマンティシズムは1905年の国民投票と、それによるノルウェー独立という形で結実した。第一次世界大戦では中立を貫く裏で、密かに連合国に協力した。第二次世界大戦でも当初は中立を表明したが、 ナチスドイツに5年間にわたり占領された。戦後は1949年に北大西洋条約機構に加盟し、中立主義を事実上放棄。1960年代以末には石油、天然ガス田の発見に伴う後継気に沸いた。一方欧州連合への加盟は、1972年と1994年の2度の国民投票で否決された。現在、 ノルウェーは急増する移民の同化や充実した高齢者福祉の持続、経済競争力の維持などの問題に直面している。ヨーロッパの大部分の民族と同様、ノルウェー人も世界各地に存在する。10万人以上のノルウェー市民がアメリカ合衆国やカナダ、他のスカンディノビア諸国に常住している。ノルウェー人はノルウェーの市民権をなくしてもノルウェー人であるとみなされる。 ノルウェーとの民族的、文化的な結びつきを依然感じるものも多い。北方、西方をまたにかけた、ノルウェーのバイキングは、フェロー諸島、シェトランド諸島、オークニー諸島、アイスランド、アイルランド、スコットランド、イングランド北部の各地にコミュニティを建設した。彼らは、アイルランド中を襲撃し、コークやダブリン、リムリックといった都市を築いた。 947年には、エイリーク決王のを率いるバイキングがイングランドに現れ、ヨークを攻略した。グレートブリテン島やアイルランド島から離れた加害の地にも、バイキングは入植した。インゴールブル・アルナルソンは874年、アイスランドに入植し、レイキャビークを建てた。アイスランドを追われた赤毛のエイリークは、自らが発見した土地に、アイスランド人の入植を願って、 グリーンランドと命名した。バイキングはこの島の南部と西部の奥まったフィヨルドに入植した。赤毛のエイリークの息子、レーフ・エリクソンは北アメリカ大陸を発見している。17世紀から18世紀にかけて多くのノルウェー人がアムステルダムを中心とするオランダに渡った。これはノルウェー人移民の第二陣とみなされた。ざっと見積もって、 当時のノルウェー人80万の1割が移民したと見られる。オランダのノルウェー人は木材、規格、日清、干物などの海運に従事した。女子はアムステルダムでメイドに雇われ、男子は船乗りになった。オランダの海運業と海軍の大部分をノルウェー人とデーン人が占めた。彼らはオランダ名を名乗ったため、今のオランダ人にノルウェー人の名を見ることはできない。 有名なノルウェー人には海軍の黒いステートクが挙げられる。スタバンゲル出身の彼はアムステルダムで海軍増強に力を入れるピョートル大帝から招兵された。オランダへの移民は故国に壊滅的な打撃をもたらしたため、時のデンマークノルウェー王は移民を死刑に処すると布告した。しかしアムステルダムの街頭には帰国すれば恩赦を与えるとのチラシが 各所に掲載された。移民には自らに、ノルウェーの系府を認め帰国する者や、ニューアムステルダムなどの植民地に移住を重ねる者がいた。北アメリカ大陸における、ノルウェー系の分布図。ノルウェー人のアメリカ合衆国への移民は、1850年代から1920年代まで続いた。この子孫は現在、ノルウェー系アメリカ人として知られる。2000年に行われた、 国勢調査では300万人のアメリカ人が自らを純血あるいは直系のノルウェー系であると答えた。これ以外のノルウェー系も150万人以上いると見られる。カナダを経てアメリカ合衆国に入国する者も,もイギリスがカナダに対する公開条例を撤廃した1850年以降急増した。彼らはケベックシティから蒸気船で シカゴやミルウォーキー、グリーンベイに渡った。例えば1850年代、28,640人の移民がテベックに到着し、このうち8,351人が直接ニューヨークに向かった。ノルウェー系はヒスパニックを除くヨーロッパ系、アメリカ人の2の3%を占め、主に中西部や太平洋岸に多い。サスカチュワン州は人口の7%を、 ノルウェー系が占める。早くも1814年には、ハドソン湾岸のマニトバ州、ヨークファクトリーから、黎明期のレッドディア入植地に至る、陶器道路の建設工事に、ノルウェー人グループが従事している。同州ノルウェーハウスは、カナダ西部における、最初の交易所、ネイティブカナディアンの伝道所の一つであった。アサバスカ川及びマッケンジー川流域の、 国政会社に勤めていたウィラード・フェルディナンド・ウェンツェルは1819年から1820年にかけてジョン・フランクリン教の北極探検に随行した。ノルウェー人はアメリカンドリームならぬカナディアンドリームを追い求めカナダへ移住した。前述のように1814年にはすでにノルウェー系が存在したが移民は1880年代中央から1930年代まで。 続いた。この時代は約15年ごとに3期に分けられる。第1期は1900年頃までで数千人のノルウェー人がプレーリーに入植した。1900年から1914年までの第2期にはアメリカ合衆国の劣悪な労働環境からカナダ移民が急増し、その数は18,790人に上った。 第3期は1919 19年から1930年までで1927年の5103人をピークに21874人が到来した。祖国の深刻な不況も移民の増大に拍車をかけた。アメリカ合衆国中部に最短で行くため、1825年から1900年の75年間に延べ50万人のノルウェー人がケベックシティに上陸した。 カナダ政府の移民工作にもかかわらず、カナダの制限的な土地政策とエージェントの流す、好ましくない噂話からカナダに今日定めるものはごく少数だった。1880年代まで、ノルウェー人はこの国を希望の地と見なかったが、それ以後は多くのノルウェー系アメリカ人が安住の地と、経済的なチャンスを求めて、カナダ移住、カナダフィーバー現象が起きた。 ノルウェー系カナダ人の3分の1が1921年まで合衆国生まれであった。カナダは英国王をいただく立憲君主国であるから、これら新カナダ人は英国臣民となった。1947年1月1日、カナダはイギリス連邦構成国で初めてイギリスとは異なる独自の市民権を制定し、ほとんどの親民に付与した。 ノルウェー系カナダ人はカナダ市民であるとともに英国新民でもある。2006年の国勢調査によると43万2515人のカナダ人が自らをノルウェー系と答えた。これは国内の白人の2%に当たるが他のルーツを持つ男性と結婚した女性やその子供は加えられないことから実際はさらに多いと思われる。 オーストラリアへの組織的移民は1788年に始まったが、初めのうちはもっぱら流刑地であった。本国で絶対的服従を強いられていた罪人は、オーストラリアで完全な自由の身になった。チャールズ・ディケンズは、デイビッド・コッパフィールドで、ミコーバー氏を経済的な問題からオーストラリアに行かせているが、これも移民理由の一つであった。 過剰人口の輸出を目論む江東局は1830年代から1897年にかけ公共支出で60万人を移民させた。ノルウェー人は1860年頃に2500人に及んだが多くがカリフォルニア州からの最高者でそのうちアメリカに戻っていった。彼らは一攫千金を夢見てやってきたがこの地に彼らをとどまらせるだけの魅力はなかった。 19世紀、ロシアのムルマンスク郊外に、コラ系ノルウェー人がコミュニティを開拓した。彼らはスターリンによって弾圧され、1990年以降、ノルウェーに戻っていった。現在、ロシア国内に残っているのはごく少数である。近年の研究によると、北欧や中央の民族では、ミトコンドリア DNA と Y 染色体多形の顕著な神話性が見られる。これは、 数千年にわたって、ノルウェーを近隣民族が往来した証拠である。ノルウェー人の Y 戦色体ハプログループは、北欧特有の I1 型が、最も多い。ついで、東欧やインドで見られる R A、R1A が17.9%から30.8%、R1 ビットが25.9%から30.8%ほど。北ゲルマン語群のノルウェー語は、ノルウェーを中心に、デンマーク、 スウェーデン、ドイツ、イギリス、スペイン、カナダ、アメリカ合衆国などで500万人の和社を抱える。アメリカ合衆国では2000年時点で55,311人がノルウェー語を話し、内ミネソタ州、カリフォルニア州、ワシントン州、ニューヨーク州、ウィスコンシン州で半数を占める。カナダ国内には2006年の時点で7,710人の和社がいる。内訳は、 ブリティッシュコロンビア州が3420人、アルバータ州が1360人、オンタリオ州が1145人など、ノルウェー文化はその歴史と国土に密接な関係がある。乏しい資源と厳しい気候、それに古代の財産法はノルウェー特有の農村文化を生み出した。18世紀に紅葉し、今もノルウェー語やメディアで見られる。 力強いナショナルロマンティシズムはこの所産である。また、文学、芸術、音楽分野における、ノルウェーアイデンティティ形成の普段の努力が、19世紀のノルウェー文化の開花をもたらした。ベストランの伝統料理、スマラホーベ。ノルウェーの食の伝統は、濃厚、魚老の長い伝統によるもので、サーモンや日清、トラウト、 タラなどの魚介類をチーズなどの乳製品やパンと共に食べる。クリスマスにはレフセというジャガイモ入りの無発酵パンを食す。代表的なノルウェー料理にルタフィスクスマラホーベピンレショットクローテカーケル、ホリコールなどがある。ロマン派音楽のエドバルド・グリーグと並び、近年では現代音楽のアルネノールヘームやブラックメタルが国外に輸出されている。クラシック音楽では ピアニストのレーフ・オベアンスネスやチェリストのトルルス・モルクがいる。ジャズシーンも活発で、世界的に認知されたヤンガル・バレク、マリボイネ、アリルド、アンデルセン、ブッケベッセルトフトとともに、ポール・ニルセン・ラブ、スーパー・サイレント、ジャガ・ジャジスト、ビブテイなどの若い世代も育っている。ノルウェーには現在まで好まれる、力強いフォーク音楽の伝統がある。ミュージシャンには、ハーィング・フェーレに、 アンドレア・エーン、オーラブ・エルゲン・ヘッケ、ビダル・ランデ、アンビオル・グリーエン、バイオリニストに、スサン・ネルンデング、ボーカリストに、アグネス・ブーエン・ガルノース、ジシュテン・ブローテン、ベルグ、コーレ・ノールドスコーガなどが挙げられる。ノルウェーのナショナルデーは5月17日の憲法記念日で、多くの人々がブーナッドを着て、パレードに参加し、あるいは見守る。このパレードは、作家のヘンリック・ベルゲランが始めた。 キリスト教の祝祭日では、クリスマスとイースターが最も重要である。ノルウェーでサンタクロースは25日の朝でなく、クリスマスイブの夜にやってくるため、子供は夕食後に長い退屈な時間を過ごすことになる。6月24日には、聖ヨハネ祭が行われ、人々は焚き火で月と夏休みの到来を祝う。この日北部では24時間、南部でも17.5時間は、 日が沈まない。ノルウェーにおける民間信仰からキリスト教への改修は千年頃に始まった。キリスト教は11世紀までに地盤を確立し、12世紀中央に支配的になった。宗教改革でデンマークをクリスチャン3世は国民をルーテル教会に改修させるとともに国教会を設立。国内のサーミ人も16世紀から17世紀に キリスト教家された。19世紀、政治的、宗教的理由からアメリカ合衆国に移民したノルウェー人はルーテル教会を広げた。一方、ノルウェー国内のノルウェー人は宗教的に寛容で、例えば国民の78%がキャラップ社の世論調査に宗教は重要でないと答えている。また、毎週教会に通う人も2%に過ぎない。これは、 ノルウェー系が人口の30.4%を占めるノースダコタ州と比べてもかなり低い。無宗教の割合が最も低く、人口あたりの教会数が最も多い当州では、州民の43%が毎週教会に通う。ノルウェーで政教分離はなされておらず、ノルウェー国教会の活動予算は政府から支給される。宣を受けると、 国境界の会員名簿に記載されるが、大人になるまで教えを守る人は稀である。国内のノルウェー人、サーミ人とも名目はクリスチャンだが、内実は名ばかりと言ってよい。ここに挙げられている人物は、そのごく一部に過ぎない。ありがとうございます。